回のリサスタビットはロンドン一人旅。初めてのロンドンの街をロンドン初のおしゃれ自転車ブロンプトンで走ってみます。ブロンプトンジャンクションに来ました。こちらがブロンプトンジャンクションです。ロンドンです。地下もあるそうなので行ってみたいと思います。私が仕事をさせてもらったブロンプトンのムービーをブロンプトンインランドで見てます。Very good. Nice work. Yeah, thank you. Good stuff. Do you want to, maybe not now, but next time if you're staying longer, test ride the electric bike? Oh, really? Yeah, yeah. Oh my god, yeah. I'd like to. I'll show you here. Yes, please. 電動バイク、ブロンプトンバージョン。 So, we have three. You can choose which one and go on the bridge. You can do more video. Oh, really? Yeah. Okay, I'll try. It'll be a lot of fun. I really like riding the bike, so... You can tell. Yeah. Okay. Yeah? I'm coming back. Good. Yeah. Wow, じゃあこれ乗ってちょっとやってみたいと思います。 I'm coming back soon. Cool. Thank yes. you. Yes. What's your name? Lisa. Lisa. Yes. Lovely to meet you. To meet I'll give you a card. Yes, please. So just say, you know, you're coming down and yeah, we'd like to use an electric bike. Uh-huh. Cool? Yes. All right. Okay. Thank see you soon. See you soon. Bye-bye. というわけでまた来ることになりました。Oh. Cute. Bye. 無料でなんと電動バイクの貸し出しをしているとのことで、ちょっと明日とか明後日に来てまた電動バイクを借りて、ロンドンの街を走りたいと思います。あ、もう終わりの時間だったんだ、ごめんね。最高。4日後に本当に来てしまいました。日本未上陸の電動バイクを体験します。ヘルメットも貸してくれます。この髪型じゃダメだ。それではロンドンの街をレッツチャリップ。エレクトリックバイクすごい。ちょっと漕いだだけですごいアシストされます。あてもなく走ってみます。綺麗な街並みをゆっくり楽しめるのが自転車のいいところ。まずは人気のない道で電動自転車の練習をしてから大きな道路に出てみます。赤いロンドンバスと一緒にロンドンの街を走るなんて、なんだかロンドンっ子になった気分。ロンドンで自転車に乗るのは初めてですが、自転車レーン確保されてるので割と安心して乗れます。でも怖い。
車のための泊まる道があります。 Hi. That's my friend. Oh, really? She's on my bike. Oh, you have a tattoo of a bike. You really like bike? I'm a pro cyclist. Wow. You have muscle, yeah. good bike. Where are you from? Japan. Alright, holiday. What? Your holiday? Yeah. Just traveling. So, is this your holiday? It's the rental bike. Oh, rental bike? Yeah, Brompton. Yeah, bye bye. See you. Brompton がいっぱい。でもブロンプトン。ロンドンでは本当にたくさんのブロンプトン愛用者を見かけます。フォルムが独特な可愛さだからすぐわかる。なんだか一人じゃない気分です。自転車人口が本当に多いロンドンでは自転車レーンが確立しているので、日本の自転車乗りとしてはとっても羨ましい限りです。と走っていたら気になったお店があったので寄ってみました。このまま入れんのか。やばい、かわいいものがいっぱい。想像以上に可愛いお店で大満足でした。最高のお買い物をしました。ではブロンプトンジャンクションに戻ります。自転車ならではの出会いや寄り道ができて、試乗させてもらえて最高でした。風を切ってロンドンの街を走れたのはとってもいい思い出です。さあブロンプトンジャンクションに自転車を返しましょう。というわけでブロンプトンジャンクションに戻ってまいりました。よいしょ。というわけで無料で貸し出ししてくれるので、ぜひ皆さんもロンドンに来たらブロンプトンに来てこのエレクトリックバージョンを借りてみてください。Thank you. はい、というわけで、とっても楽しいライディングでした。また来るね。次回のリサストリップはロンドンのおしゃれスポットをご紹介します。SNS もフォローしてね。チャンネル登録もプリーズ。See you next trip.